ちのバカ兄貴が結婚して半年で離婚した。兄嫁は私が昔習っていたピアノ教室の先生の娘さん。私と兄嫁は小学生時代から仲が良く、兄嫁が二つ上だったため、中学ではいい先輩後輩関係に。兄は昔から DV 気質があって、母にも手を挙げたことがある。そして典型的な内弁慶。だから、兄嫁が兄と交際していることを知った時は、猛反対した。何度も何度も、兄のクズっぷりを伝えたが、兄は、交際時は猫をかぶり、優しい男を演じてた。兄嫁もそれを信じて、トントン拍子にことが進み結婚へ。ここでも、私のみが結婚に猛反対したが、度が過ぎたブラコン扱いされ、私の意見は丸々無視。殴られたことのある母も、その事実を隠す始末。結局二人は結婚してしまった。もう好きにしやがれと思っていた矢先、案の定、兄は本性を現した。兄嫁は、いわれのない暴力を受けて罵られ、私に SOS を出してきたが、あれだけ忠告したのに聞かなかった兄嫁がバカバカしくなり、自業自得だと突っぱねた。でも、小中時代何かとお世話になったことを思い出し、やっぱりほっとけないと、兄嫁を助けることに。兄は、新婚旅行でフランスに行くと張り切っていたので、それを利用することにした。私はこそっと兄に、せっかくの旅行でしょ？友人連れて行ったら？と言った。おバカな兄は、男女合わせて6人集めた。この時、新婦のお披露目旅行といえば、友達も喜んで乗ってくるよ。と助言。兄嫁には、新婚旅行に、旦那の友人がいっぱいついてくる。女の人もいる。とツイートしてもらった。続々集まる同情リツイート。もちろん、それが新婚旅行についていくメンバーの目にも留まる。メンバーから、お披露目旅行じゃないの。と責められる兄は、顔を真っ赤にして言い訳してた。新婚旅行に友人を連れて行って、嫁は、奴隷にする気だったんじゃないの。という噂も広がり、兄の DV も徐々に知られていった。外面がいいので、ただ暴力を振るわれたとツイートしても、嘘をつ、で終わるから、この作戦は大正解だった。みんなから、嫁を解放してやれと責められ、離婚に同意。普通に離婚を切り出したら、また殴られるだろうし、長引いてただろうな。私は兄にぶん殴られましたよ。お前のせいだって。妹のせいだってリツイートしまくってたけど、妹のせいにするとかほんとクズ、と笑われてた。噂は、尾ひれがついて広がっていくもんですよ。実際、兄嫁のツイートから奴隷まで話が大きくなるのに、2日しかかからなかった。兄嫁を解放しろと言い始めた人が現れたのは、奴隷からさらに1週間後。あの〇〇さんって、あんな人だったんだ。って話は、なぜか、みんな喜んで食いついてきた。ちなみに、奴隷ってのは、旅行のプラン、案内、全部やらされるって意味ね。